はい、どうも、こんばんは。そして、いらっしゃいませ。上田祐介です。本日はホワイトデーなので、ピザ作るという配信をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にですね、いつものことなんですけれども、オーディオチェック、皆さんお付き合いいただけたらと思っております。何卒よろしくお願いいたします。ちょっとつぶやきます。地獄への門が開いたということをね、ちょっとつぶやかしていただけますね。失礼いたしますね。始まってしまいましたと。いやー、もうお腹が空いて空いてしょうがない。でも今日食べんというね。はい、つぶやけましたので、いきますか。はい、いけてるみたいですね。副反応めっちゃ元気なので、本当にご心配なさらず、今日は安心して、ピザ作る配信を見ていただけたらと思います。いろんな意味で安心していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとまあ最初にあれなんですけれども、私無事片代キーパーすることになりました。皆様楽しんでもらえたらなと思います。何卒よろしくお願いいたします。ぐらいです。なので、もうピザ作ります。全然何にも分かっておりませんが、皆様のコメントが頼りでございます。強力粉 200g、 薄力粉 50g、 これしか分かってません。よろしくお願いいたします。さて、ということで、まあいつも通りこんな感じで始めていくんですけれどもね。まあここが強いのかな。あ、ついてんの。あ、お前さん、あれすんの忘れた。ちょっと待っててください。いろいろね、 iPhone さんがちょっと待ってくださいね。iPhone さんの設定を間違えていましたね。あなたは自動ロックはなしにしていただいて、こういうことですね。はい、手元も映るようにしております。ちょっと近いですかな。まあでも、まあ、これが限界かな。はい、じゃあこれでいきましょう。声も大丈夫ということでいいのかな。大丈夫だね。明日食べます、ピザは。明日食べますので、メンバー限定で食べますので、食べてる様子が気になる方は、もしよかったらメンバー登録していただいて、500円で僕ピザ食べてる姿を見れるということで、よろしくお願いします。さーて、作っていくわよ、作っていくわよ。生地凍らせるんで多分大丈夫かなと思ってます。ですね、さあ行きましょう。まずは手を洗いますわ。一旦なまずはな。いやけどね、材料はねちゃんと揃えましたよ。ドライイースト、ここで映ってんのかな、ドライイースト、
で、まあ、なんかよく見る薄力粉。で、よく見る強力粉。もう強力粉、薄力粉なんか人生において買ったことありませんからね。ほいで、まあ僕、ブリーフじゃない。もう最悪やな、今の言い間違い。はい、ブリーフです。ブラックブリーフです。を、入れます。そして、まあ、やっぱね、キングオブチーズ、モッツァレラですかね。モッツァレラ。そして、まあ、やはりね、まあ、個人的にはマッシュは入れたいなと思いますね。マッシュ。マッシュ。そして、まあ、一番はあれですね。こういうとろけさせていただくチーズがあり、あとはサプライズの、食材がありますので、それはまた、やりましょう。それはまたやりましょう。はい。ピザ初めて作るからな。まずどうなるんでしょうね。ということで、皆さん、こんばんは。安心してください。そんなにアクシデントは起きません。さて、早速やっていきましょう。まあ、こねるのはね、なんかこういうブリザーバッグっていうんですか、使った方がいいみたいなことを聞きましたのでね。これに、ぶち込む形でいきましょう。どっこいしょ。はい。入んのかな、これ。で、我らが計量カップ。我らが計量カップ。これ大丈夫なの？強力粉が250でしょ？どないして開けんのよ、これ。ここですか？こう開ければいいのかな、これは。それともハサミで。ピザ乗ってんじゃん。強力小麦粉 300g。 これは薄力粉を入れるパターンでいくの。なのでね、ちょっと待ってくださいね、これ。250g。 これ 250ml は 250g っていう認識でいいよね、算数。いや、質量はちょっと知らんけど。1合みたいなもんでしょ、これ。入れすぎた。前か。いやー、この配信ね、お母さん見たら泣くやろうな、もう。強力粉はもう使いませんね。なので、ちょっと、かたしておきたいんですが。だって、もう使わないってことは、お前邪魔だよってことですから。そうなんだよね。君も邪魔なのよ。まあ、一旦ね、下置いときましょう。この戸棚の。よいしょ。マジで倒れんなよ。倒れてくんなよ。それだけは勘弁。さあ、薄力粉じゃない。強力粉が250。これ、ここに入れていいのかな？よっ！いいんじゃないか。これで、250入りましたと。続きまして、こっからハサミでお切りください。ハサミね。今日はね、手際でいくからね。はい、ハサミでお切りください。そして、薄力粉が 50g。 もう何が違うのか全然分かってないですけどね。薄力粉も強力粉も50g。 よいしょ。ちょっとコメント欄が今すごく心配です。はい。ここまでは自分を信じます。こっから先はマジで分かりませんね。
チャック付きはいいですね、やはりね。さあ、そして入れますよ。入れましたと。強力粉と薄力粉が、混ざり合いましたね。これでこれはこれでいいんでしょう、きっと。いけてるだろう。だって言うてね、パンを作って、まあだし乗っけて具乗っけてってことでしょ。ちょっと待てよ。いてててうん、いけてるいけてる。さあ、問題はこっからなんよね。こっからがね、ちょっといまいちなんですけれども。あ、乾杯しましょう。乾杯しておきましょう。ピザの無事を祈って。プロースト。ピザの無事を祈ろう。何入れるって書いてあったかな。一応ね、レシピは見たんですよ。塩。塩がね、なんか 5g とかなんかそんなもんだったような気がするんだよな。まあね、さすがの僕だってちょっとね、ピザ好きやから美味しいピザ作りたいじゃないですか。これが小さじと大さじしかわからんな。あ、あ、いけるいけるいける。5g。よし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 。塩 5g。 で、何やったっけな、砂糖ね。でもね、相変わらず砂糖がないんですこの家。なので、我らがはちみつお兄さん、はちみつお兄さん 20g やった気がする。よいしょ。はちみつお兄さん。そう、意外とねこの家何でもあるんですよ。はちみつお兄さん、いらっしゃせ。よいしょ。これ手元見えてます？ちゃんと手元見えてなかったら何も面白くないもんね。見えてますね。はちみつお兄さん、よいしょ。はちみつお兄さんが入りました。20g。まあ、粉の 20g と液体の 20g が果たして同義なのかというところは置いといて。よし。はよ。はよ。はよせえ。はよ。まあいいやろ。これで、ほんで何やったかな。何やったかな。ドライイーストや。僕ドライイーストなんか初めて使うねんけど、これでいいんかな。インスタントドライイースト、原産国名オフランスですね。開けましょう。いや開けるけど、だってガチやんこれ。え、何これ。え、こういう感じなんですか基本的に。ドライイーストっていうやつを、ドライイーストもう邪魔なんやなこれ。置いておくとして、よいしょ。ちょっと、ドライイーストね、 5g って書いてあったよね確か。でもこれ 11g も入ってる。 11g、 これ全部入れたらまずい、まずいってことですよね。アホみたいに膨らむってことですよね、きっと。違う？意外といけるってことでしょ、これ。ドライイーストは入れすぎるとバカみたいに膨らむってことですか？酵母が酵母ざるものになるという。まあいいや、とりあえず 5g。 5g やからこれ半分ってことやろ、要は。
半分入れよう。入れる場所どこかな。ハサミか。ドライイースト、こんな、そんなあんた。ドライイーストを切りまして、で、目分量半分。半分っつったらこんなもんやろ。よっ。ドライイーストってこんな感じなんや。サラサラやん。もっとドロドロしてると思ってた。これで半分なはず。でこれもったいないから、はい、ドライイースト入れた。で ドライイースト入れたやろ。でこれはもういらないから、まあ、うん、まあこの辺に置いとこう。またパン作るときに、またパンって初めてパン作ったことないけど、ね、ドライイースト入れてね、あとの、あ、オリーブオイルです。確かオリーブオイルをね 20g ぐらい入れろって書いてあったんよね。だから 20g 入れますね。オリーブオイルを入れましょう。よいしょ。で、で水や。で水や。何倍やったかな水。100。ちょっと落ち着きましょう。150g やったかな。150g やった気すんな。150g やった気するよ。っ OK。 150g そのよいしょ。よっしゃい。もう入れ忘れなかろうもん。これをこう揉んで混ぜてすれば、めっちゃぐちょぐちょやけど大丈夫これ。ちゃんと粉になんのかな。大丈夫じゃない。もっと後まずいな。あ、でもすごい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 。粉になってきた。粉っていうか、すげえすげえすげえ。さてこれ果たしてこれ膨らむのかと。わあすげえ。でも粉になった。粉というか生地。さて、わあゲチョゲチョ。これ大丈夫、固まる。ちゃんとこれ、俺のレシピチェックとは。ちょっと一旦ちょっと閉じて、ちゃんとこう、だってこれこうするやろ。で、丸めて何等分かにして、何等分かにして、ドライイーストっていうのはきっと酵母でしょ。酵母だから発酵させるって意味で、冷たいとこよりはちょっとあったかいとこに置いとけばいいのかな。うわっ、うわー、これ大丈夫。これすんごい液体やねんけど、これもしかして大丈夫じゃないか。いや、焼けばなんとかされるやろ。
はい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 。あ、なんか希望のあるコメントと絶望のコメントが今入り混じってますね。なんとかなるべや。もうこれ以上はどうにもならんそうやな。これやっぱ水多かったんかな。そういう問題じゃないのかな。いやでもなんか僕には絶望が見えないんやけどな。よっ。で違う。あれサランラップ、あそうや、今朝おにぎり作ったんや。サランラップ、もう使わんかな。もう、いやまあ使ったとしても、あれやべえね。そしてよっ、でホイップの要領でこう、えけどさ意外といけてるのではなかろうもん。知らんけど、でもなんかピザ屋さんで見た生地のサイズってなんかこんなもんですよね。意外とあちっちゃいんやなって思った記憶があるんですけれども、とりあえずよいしょ。OK えっ、でこれをまあちょっとこう、なんでしょう、ちょっとちっちゃいんかな。でもこんなもんかな、こんなもんよね、こんなもんですよね意外とね。まあそんなでっかいピザいらんしな。こんな感じにしといて、ほんでまあボウルに入れとこ一旦で、これを繰り返すと。3つぐらい作れんじゃねえこれ。こうしてよし、あだだだだだだ、よっ、こうしましょう。え意外といけてるのでは。であと1個ってとこかな。で包み込むようにしてうつべしということですね。結構ドロドロやけどどうなるのかな。まあ焼いた時にどうせ水分なんて飛ぶでしょという持論なんですけど。であとは最後よいしょ、いや絞り取りましょう。なんかシャンプーの詰め替えみたいな感じやな。よいしょ、よいしょ、はい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 、よっ、ま、この辺をちょっと妥協させていただいて、よし、大体3玉かあれ、あのサイズで。でこうやってでちょっと置いといて、あったかいところに置いといて、これ発酵すんのかほんまに。あでも食べてよかったんか分かんないけど、ピザの味はとってもいい気がする。でこの間に、これ盛り付けようやから、
これは盛り付けるやろ。この間にねピザソースを作りたいんですね僕は。よっニンニク、ニンニク、あそうニンニクだけでいいの。結局ねよっダイは小を兼ねるはず。違う。君に決めたっつってね。で、こっから作るわけですね。ん？俺のアイメガネが。こっから作っていくわけですね。さて作ってまいりますわ。よいしょ。私の命とも言えるオリーブオイル、この子に今からねトマトソース、ピザトマトソース、ピザソースを作っていきますよ。ここに関しましてはね多分あのご心配なさらず大丈夫。ワンツースリー、死ぬほどのニンニクをぶち込んでですね、よっ、弱火でね。もう計らんべな、計らんべな。洗い物、君は洗い物。チューブニンニクをまずちょっと弱火でね、香りが出るまで炒めるまではいかないんですけど、まあ炒めます。ちょっとエンデバーで、はい、炒めます。その間に、休憩です。ああいや刺激的。ゆうくん見てる？ゆうくん？やっほー。ゆうくんやっほー。ちょっと見守っ、あのね、ゆうくんがね、あのピザ作るんだったら見るわって言ってくれてて、僕は今ピザを作ってますよ、ちゃんと。やっほやっほー。今順調だから、めちゃくちゃ順調。ね、みんな。あーいいですね。でトマト缶です。よいしょ。これね指切らないようにね気をつけていただいて、まあ本来はちょっと乳化とかさせたかったんですけど、今日はまあよいしょ。はい、でちょっとオイルとね混ぜますね。めちゃくちゃ順調でしょ。生地はねこっからねアホみたいに膨らんでくれると思ってますよ。やっぱりドライイーストの力で。ちょっと強火にしましょうね。いやーいいですね。オリーブとトマトが大喧嘩してますね。オリーブオイルとトマトが。ここに必要なのはお醤油ですね。私は一周お醤油入れるとねコクが出るんですね。ちょっと乳化してほしいけど、トマトの水分じゃ無理か。無理やな。
まあ、今作ってるのはやっぱあのニンニク、うん、アヒージョオイル、アヒージョオイルに、アヒージョオイルにトマトをぶち込んで、でそれっぽくしてるってわけですから、あ、違う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 、アヒージョオイルです。なので塩一つまみ混ぜます。焦げないようにしましょう。焦げないように。あとはもう、あとはもうピザに乗っけるだけやから、これこれちょっと水分飛ばしてね。ほら、もう安心感しかないよ。ゆうくん順調よ、今とっても順調。あ、ゆうくん見てたら「片白」っていうゲームやろうよ。みんな順調でしょ。皆さん心配してるのは何？やっぱ僕が初めてピザを作っているというところに、驚かれているということですか。すべて初めてですよ。もう膨らんだ。なんかでも気持ち大きくなったような気はするんですけど、どうなんやろ。そんなことはない。あ、ちゃ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 。この時に、オーブンも余熱をよっ。あ、マックスで230度か。足りるかな。ちょっと水分を飛ばさせていただく。ちょっと今やったらね、べちょべちょやな、これ。ちょっと煮込みましょう。大事、煮込むのは大事。弱火でじっくりと、ハンターハンターの試験のように弱火でじっくり。とっても順調でございます。生地は、え、けどさ、当たった、よいしょ。クッキングシートの上にぶちまけて、まあ平たくするやん、平たくするやん。まずてかもう今日1枚焼いてみよう。焼くだけ焼こう、で食べるのは明日にしよう。下ごしらえだけしてしまいます。でその支度したピザは、冷凍保存。いやーでもまあ1日ぐらいだ、冷蔵保存してね、焼いてもいいんじゃない。生地結構寝かせるの。今日はあの仕込みなんでね。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。でも言い悪いはね、やっぱね、味なんですよ問題は。あー、なるほど、お前にはやっちまったぜ、やっちまった、お前にはコンソメが必要だった。くそ、俺んちには今コンソメがない。コンソメが必要だった。きっとこのコクのなさは醤油仕事してくれ、醤油。コンソメが必要でございました。全然味がしません。くそ、何かコンソメの代わりになるものはないか。何かあるだろう、何かあるだろう。びっくりするぐらい何もない。あるとすれば、昨日磯貝龍子くんからもらった乾燥昆布のみ。
けるいけるいけるよ。そんなね、味濃くてもほら不健康です。よくないよそんなの。いい感じじゃない言うて。煮詰まってきたような気はするんだよな。ほらいい感じじゃないですか。そうでもないか。ちょっとまだちょっとまだあれか。水分が水分バッチバチ飛ばそうじゃん。痛い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 。あちゃ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 。ニンニクが元気。今はねやっぱトマトソースっていうのはねやはり時間がかかるもんですね。はい。まあでもこの感じでわかると思うけどね、何のピザを作るかっていうのはやっぱりトマトソースとねモッツァレラとね、あと何があるかっていうとね、本来バジルを買わなくちゃいけなかったんですけどね、僕何を思ったのか間違ってルッコラ買っちゃったんですよね。まあでも同じ葉っぱやし一緒やろっていうことでね、あの許していただけたらと思うんですけど、本来マルゲリータを作ろうとしてたんですよ。でマルゲリータっていうのはね、トマトソースだ、生地にトマトソースを乗っけて、でモッツァレラをね、あの適当というその雑にっていう意味の適当じゃなくて、適当にね均等にね配分して、でその上にねバジルの葉っぱを乗っけるっていうのがねマルゲリータらしいんですけど、僕は本当に何を思ったのか、バジルじゃなくルッコラを買ったんです。そうなることによってきっとマルゲリータじゃないものができてしまうんですね。だから僕は今何を作ってるのかわからなくなってきてしまいますね今ね。そうなんだよね。あ、コンソメの代用品、ウスターソース、はい、和風だしの素、はい、鶏ガラスープの素ということですね。見事にね、37のようにないですね。残念すぎますね。残念すぎた。ケチャップ入れようかな。ケチャップ入れたらちょっとコク出るんじゃないかな。これのコクのなさはね、あのねトマトの水っぽさが強いんですよ。なのでそれが鬱陶しいので、ちょっとだけね水っぽさを消すために生姜入れましょう。生姜を入れましょう。そしてでもねケチャップ入れたら負けな気がするからな。赤ワインないんだよねうち。そう、あんまりね塩分取りたくないんですよ。当たりやな、うまい。これ当たりやな。もうちょっと煮詰めればいい味出そう。いけいけ、ブラックペッパーでね、黄身を煮詰めたいね。トマトソースでマッシュルームさん、マッシュルームくん煮詰めようぜ。煮詰めるで、オリーブも、いやオリーブは多分最後に振りかけた方が絶対美味しい気がするからなし。マッシュルームが
多分いい働きをしてくれるはず。え、だってさ、トマトソースだけでも美味しそうよ、これ。あ、確かにな、ソースに生地。あー、どうなんやろ、これ。うわ、べちょべちょ。これ大丈夫かな？べちょべちょ。タポンタポンなんですけど、これあれかな、水分量間違えたんかな。まあ、焼けりゃ一緒じゃない。でも、あ、余熱。膨らんでいる強力粉が足りない。強力粉が足りない。なんやて、なんやて、工藤。じゃあちょっと、何やて工藤、強力粉が足りへんやて。そんなことあってたまるかいな。え、じゃあ一回戻す、ボールに。一回戻そうよ、ボールに全部。だって結局膨らんでなかったら失敗やもんね、これ。強力粉を足そうぜ、工藤。だって今ほら、これは絶対違う気がするもん。トロトロ、お好み焼きできそう。お好み焼きができそうですよ。絶対違うよな、これ。いや、間違いを訂正してこそ、成功につながると僕は信じているからな。そうなった場合、水気が多いってことやね、これ。だからそう、強力粉を増やせばいいよ。強力美容外科の強力粉を増やしましょう。あ、寝かす前に縮まる、まとまる。なるほど。まあやってみましょう。ボールにバサバサっと、ボールにバサバサってやるとめんどくさそうやな。だからこの1枚のここにガッと入れて、そう、ちょっとずつ入れてみよう。リテイクという形でね。絶対入れすぎた気すんな、これ。よいしょ。それともあれか、ドライイーストが少なかった説はあるよっ。すんげえマフマフしてる、すんげえマフマフしてる。全然混ざらねえ、一つも混ざらねえ、混ざらねえ。マフマフしてる、粉がマフマフしてやがる。混ざらねえ、ダマになっている、ダマになっとる。これあかんやつちゃうか、これダマになっとる。全然あかんやつちゃうか、これ。もしかしたら、ちょっと待ちなはれ、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待ちなはれや。あ、そうなった時にやで、バレちゃう。もうワンモアフリーザーパックちゃう？行くで工藤。おお、服部、行くで工藤。よいしょ。無駄はないはず、ほとんど。よ、
っぽいな。粉っぽいで。もっぺん行くで、工藤。おう、服部。行くで。戻す。戻れ戻れ。よいしょ。行くで、心のおっちゃん。おう、服部。よっ。これで、まあ、いわゆる振り出しに戻ったということになるんじゃないでしょうか。いやー、忙しいね、ピザ屋さんは。お酒飲む暇もありません。さあ、振り出しに戻りましたと。これでもみやいいんじゃないか。ほらちょっと生地っぽくなってるもん。どうなんだろうか。いや、やっぱり強力粉が足りなかった説あるで。ただそのドライイーストの関係で膨らむっていうのはちょっとよくわからない。ちょっとよくわからないけどね。ただ生地っぽくなってんじゃないのこれ。じゃあてかもうこのまま置いときゃいいよね、とりあえず。いちいちラップにくるむとかせず、これをねこう、もうこの1枚のピザでいいんじゃね。もうこれで置いとこうよ。で余熱ピッツァの上に置いとけば、多少はその天板のさあちちちちちそのぬくもりで膨らむんじゃね。でソースできたやろ。ソースできた。じゃあ必殺技を、僕はねこのピザに命をかけてるんです今日は。もうねクワトロフォルマッチレベルでね、いろんなものを入れようと思ってるんですね。もうシーフードピッツァにするのも確定してるんです。マルゲリータにしようとしながらもシーフードピッツァも作りましょうということを決めてるんですね。はい、そしてですね、やっぱりねピザはそういうしょっぱいものだけじゃないんですよっていうことで、これですね、フランス産ブルーチーズですね。本日はゴルゴンゾーラピッツァも作ってみようと思っておりますね。なのでマルゲリータのようなピザ、シーフードピッツァ、ゴルゴンゾーラピッツァ、この3種類でお届けしたいと思います。サザエさんみたいですね。この3本でお届けしますということになってしまっております。なのでね、こんなにトマトソース本来いらないんです。多分いらないんです。ジップロップ密閉者、確かに膨らむのかな。これって空気に当てないと膨らまないの、まあ、しょうがないね。しょうがないですね。ちょっとシェフ上田、休憩しますね。ちょっとだけ待っててください。
お待たせしました。え、コメント欄もね、賑やかになっていただきましてね、誠にありがとうございますね。さて、もうやれることはやったよ。ブルーチーズも出した。むきエビやし、これむきエビはある。あとは粉が、だ生地が、美しく育ってくれたらいいな。美しく育ってくれたらいいなに限るわけですね。なので強力粉はもう邪魔なものになってしまった。え、強力粉って他なんか使えるんですか、ピザ以外。パン、基本的にはパンを作るものか。なるほどね。パンは作らんな。僕はね、お菓子を作るのが得意なのでね、パンはね作らないですね。だから薄力粉が、お菓子を作るってことですかね。天ぷらか。あ、なるほどね。そうだね、僕はやっぱ薄力粉しかやっぱ今後は使わないんでしょうね。お菓子が得意だから。これはこの辺置いとくとして、マッシュルームも煮詰まったとして、あとはすげえ余熱するやん。あ、ボールが、これどうなんやろ。でもやっぱ、ああ全然混ざってない、全然混ざってないやん。そりゃお前ベタベチョベチョベチョじゃいな、そりゃベチョベチョじゃいや。分量は俺記憶通りちゃんとやってんけどな、記憶が間違ってたのかな。もうええんちゃう、もうやってもうて、とりあえず。いや、やってもだって考えたとってね、結果が変わるわけじゃないもんきっと。うん、邪魔やなボール。でもボール、ん、ボールはもう使わんな、使わんな。一旦置いとく。クッキングペーパーの上でやった方がいいよなきっと。天板の上でやった方がいいのか、そもそも。天板激アツやんな絶対に。ちょっとミトン買い替えようかなミトン買い替えよう。意外と揃ってるって面白くないですか。ミトンあんのっていう話でしょ。あちゃちゃちゃ、あ、絶対この上でやった方がいいわ。あっつ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 、この上に、クッキングシート引いて、引いて、めっちゃ熱いな。んでこれをビャーやって伸ばしゃいってことやろ。天板入れっぱなしです。え、だって天板出さんと下も温まらないんちゃいますん。お、でもいい生地になっているような。このフリーザーパック便利やな。え、やばい、コメント欄が荒れる。そんなバカなね。さて、伸ばしていくわけですけれども、これはちょっと危ないね。熱いで済まない気がするな。
どうしようかな。しかしどっちにしろ何やろ、粉っぽくなってないからち、この入れてコロコロさせ、コロコロさせられないよなこれ。どうしよっかな。どうしよう。てかこんなにオーブン開けっぱなしにしてたら余熱した意味冷めますやんか。どうしたらそれっぽくなる。あ、まあまあまあええか。考えるより慣れろやで。このまま抽出してもうて、こうやってボトッと落とすやん。でもなんかもう こういうことすればいいんじゃないか。もう熱っ。もちやん。もうもちやでこれ。もちや。こいつはもちやで。とか言いながら、でもなんとなく耳が作り上げられていってるのが面白い。でもこういうのってだいたい一辺どんぐらいなのピザ。ひどいもんやで。いやでもいけるはず。焼けさえすれば。もうちょっと伸ばそう。はい、ええんちゃう、丸になったし。ほんまにお好み焼きみたいな。でも原理は一緒や。粉もんにね、生地を乗っけて、それ下から焼くか両面から焼くかって話でしょこれ。うん、これでいってみようや。いくで。何乗っけようかな。まずはあれやな、粉チーズなんよ。いくで。もう安心やろここまで来たら。もう安心でしょ。スプーンに、あ、ナイスアイディア。スプーンに油ね、確かに。それは素敵。どっこいしょー。これはこれでいいんじゃない。ピザ焼いたやろ。ピザ焼いたっていうか、乗っけた。で次はやっぱね、けどこれクワトロ無理やな、このサイズ感で。まずは、そうやな、まずは、そうやな。何しよっかな。一番興味あんのはシーフードなんよな。こんだけトマトソースに時間かけといて。いや、トマトソース塗ろうよ。トマトソース塗ろうよ、せっかくやもん。半分ぐらい。いいよ。でもこれ逆やな。さっき多分トマトソースやな。俺は知ってる。さっきトマトソースや、これ多分。チーズの前に。ああ、いいんちゃうこれで。これはこれでいけたと。して、そうなった場合はやっぱ、
ザモッツァなんよ、モッツァなんよ、モッツァを、モッツァ全然出ん、全然出まへん、モッツァ全部開けるか、モッツァなんよ、やっぱめちゃくちゃひっついとる、モッツァをよいしょ引きちぎるようにしてね、3つぐらい入れますよ、やはり贅沢に、よいしょ、あー美味しそう、あー美味しそうやね、美味しそう一旦美味しそうってしておこうよ、夢があるようにさ。でやっぱね、早めに置いておきたいのはこのシーフード、味と食感のむきエビいけましょうよ、海の幸をね、乗っけましょうよ。海の幸って何と合わせられるの？シーフードトマトソース。ああ、なるほどね。確かにな、シーフード、あ、じゃあシーフードはあれしようよ、やばい、まずい、命綱のキッチンペーパーが切れてしまった。今からやろうとしていることにキッチンペーパーは絶対必要やのに、一番盲点やってもうた。まあええわ、とりあえずあのね、海鮮類はね、塩ぶっかけりゃね、水抜けるんですよこいつらはね。塩ぶっかけてもんどきゃ水が抜けるはずなんですよこいつらは、臭みと。塩をねまぶしてこうパリパリっとやって、でキッチンペーパーで包もうと思ってたけど、キッチンペーパーないやん、そこなくなるって思わへんやん、キッチンペーパー。確かにさ、俺キッチンペーパーの使い方荒いよ、この配信の中でさ5回はキッチンペーパーで鼻かんだけどさ、そんなさ無情、そんな非常になくなることないやん。とりあえずもうトマトにしようも全部。今日もトマト。お前はトマト。お前はトマトピッツァなのよ。今日は。ほんで、もう、サンドイッチにしちゃえ。え、これでお前文句ないやろ。サンドイッチにしちゃえ。でこっちこっち、あれ、あ、なんかでもなんかなんやろ、この部屋が乾燥してんのか、すげえ生地が蒸発している気がする。あエビ目、このエビもでもどっちにしろ余ってもアヒージョにするからね、もういいんです。くっそー、キッチンペーパー目、オーブン、オーブンってか、このなんだ、クッキングペーパーまで買ったのにキッチンペーパーを忘れるとは、なんたる不覚、なんたる不覚だこの野郎。この野郎なんてこった。俺の計算がここで狂うとは。なんてこった。こんなに順調だったのに、今までキッチンペーパーに
行く手を阻まれるとは思ってもいなかった。いや、しかしもう抜けたやろ。ほれ、置いとけ。キキキキ。いや、大喧嘩してるね。いいですね。シーフードマルゲリータピッツァ、うまいのかうまいのかどうなのか。なのでマルゲリータなので、パセリかっこルッコラを置きましょう。どっから開けんねんこれ。上でいいんかな。いまだにね、こういうなんていうの、な野菜。あ、でもやっぱいい匂いするね、ルッコラ。な野菜ってどうやって開けんのが正解か分かんないんだよな。ほうれん草も多分この下から開けた方がね、取り出しやすいんでしょうけど、でも下から開けるように大体って作られてないから。あー、いい香り。あ、いい香り。マジでマジでいい香り。こういう香草って洗うの？香草って洗う？香草って洗います？まあ洗うか、一応。危ないもんね。香草使った料理なんかしたことないから。どうなんやろ、洗うね。やはりキッチンペーパーがないんだよな。絞ろう。くそ、ここまでこんなに順調だったのに。恐れ多のくせ。これなんかピザっぽいぞ。でもなんかピザっぽいぞ。知らんけど、なんでかピザっぽくなるのはやっぱり色の三原色とかが しっかりしてるからなのかな。いや、ルッコラマジでいい香りですわ。もう焼こう。焼こう。あれ、オーブン余熱。オーブン余熱やん。何分焼くんやろこれ。それ分からんな。20分ぐらい焼くんかな。いや、でもピザ食べに行った時20分も待たされたことないもんな。でもピザ窯やからか。あれは何分ぐらい待つんやろ。何分ぐらいやるんやろ。でも結局チーズが焦げるまで焼けばいいってことでしょ。ラザニアとかさ、ミートグラタン、ミートチーズ、ん？なんかグラタンとか作る中でチーズが焦げる時間を計算すればいいってことでしょ。何分？10分ぐらい？そんないかんか。でも10分ぐらいか。10分ぐらい焼く？10分ぐらいですよね、きっとね。10分ぐらい焼くのかな。まあ10分にしようかな、とりあえず。うん、まあ余熱もしっかりしてるっぽいし、いけるやろ。え、だって見た目すっげえピザですやん、もうこんなん。まあちょっとエビにちゃんと火が通ればいいな、単純に。それが一番だな。やっぱね、半焼けが一番怖いからな。でピザ残ってるピザソース、あ、ちゃうちゃうちゃう、あ、
ゴルゴンゾーラは絶対作るよ今日中に。だって これ結構いい値段しましたからね。これ言うていい値段したんだから、俺は絶対今日はブルーチーズのゴルゴンゾーラを作るんだっつって意気込んできたんですから。けど結局最初に構想してたマルゲリータとシーフードピザになっちゃった。人間ってそんなもんだよな。なあ、でも僕もこのままブルーチーズつまみで食べれるなって思い始めてきてるあたりがね、人間の弱いところだね。本当にね、弱いところだよ。フレンドシップダナブルークラシック、もう美味しそうやもん。でね、さっきからねフランスのブルーチーズ言うてましたけどね、原産国名あのデンマークでした。信じられない、原産国名はデンマークだった。あなたフランスみたいな感じで売ってたじゃない、デンマークかい、あなた。もうええんちゃう余熱。まだか、ちょっとあれか、やっぱりさっきの名残が残ってるのか。じゃあ休憩。ああ、なくなっちゃった。モッツァレラってどうやって保存したらいいの？タッパー？タッパーよね。いや、タッパーなんてそんないいもんないから、とりあえずやっぱ。きたー！いけいけー！はまったか、はまった、よし、いけいけい、オーブン。いけい、もうあとは知らんぞ俺は。俺はもうできると信じて今押したからな。だからモッツァレラもフリーザーパックに入れればいいんやな。モッツァレラはフリーザーパックに入れる。で、え、汁出すの？モッツァレラって。うん。モッツァレラわかんないね。まあでも汁に入って保存されてたってことは汁に入れながら保存してた方がいいってことよね。だから汁に入れて保存しましょう。よっ、これで条件は変わらないもんね。ちょっと空気抜いて、これでいいんじゃない？モッツァレラ。てかモッツァレラってこうやって入ってんねや。なるほどな。俺なんかあのサイズごと入ってるのかなと思ってた。人生においてモッツァレラなんか買ったことないで。で、冷やしてていいんやね、普通にね。でも明日分の、こいつらを、わあ。まあいいや、とりあえずこう入れて、でこれは常温でいいってことよね。常温でいいってことよね。冷やした方がいい。凍らすと厄介。いや冷蔵、せめて冷蔵、せめて冷蔵。せめて冷蔵。冷蔵保存、冷蔵で。オッケーオッケー。じゃあこれは冷蔵。明日のメンバーシップ限定が楽しみだな。俺はどんな顔でやってるのかな。なんかね、今日はね、一段とお酒が美味しいですね。
不思議なことにね。このソースぶっちゃけ明日もパスタよ、パスタ行きよ。エビ残しちゃったな。エビどころかブルーチーズも残しちゃったな。いやこれはもうあれよ、これはもう一番冷蔵力が強いところ入れる。エビやだな。一番嫌なのは、なんだけ出たオリーブを使わなかったことが嫌だな。一番嫌だな。だって明日の作るのでオリーブ使わないもんな。嫌だな。だって使うなら絶対オリーブはシーフードかマルゲリータやもんな。追加で OK。 やだな。OK で、まあオリーブもな、もうぶっちゃけこのソースに入れちゃおうかな。ソースに入れちゃおう。いや違う、ちょっと入れる。そうちょっと入れるわ、大正解で。僕んちはね、今日はこの後の酒のつまみとしてあれやな。ちょっと待ってくださいね。お酢ないか。あ、バルサミコあるな。バルサミコあるわ。あ、そうでした。キッチンペーパーがないんでした。まあいいか。よっ。スキレットに、よっ。リボル入れて。お塩を入れて、これもこれも、エビを入れさせていただいて、入れさせていただいて、はい、入れさせていただいて、で、ブラックオリーブも入れさせていただいて、よっ、で。すいませんね、飾り付けにルッコラさん失礼していいですかね。いやちょっと、ああ葉っぱがちょっと雑な概念で申し訳ないですけど、洗いますね。クラさん入っていただいて、でこのまま、煮立たせていただいてよろしいでしょうか。はい、 OK。 もう完璧よ、今晩の食事完璧なのよ。オリーブ？実？え？オリーブは実ですよ。実のオリーブですよ。え？
オリーブの実油もありますよ、オリーブオイル、オリーブのブラックオリーブもありますよ。今日はカットブラックオリーブ、オリーブで、この子を今ですね、iPhone の絵的にどうなってんだ今。これでいいんか。これでいいのかな。さて、ピザも順調。オリーブの実の入ったトマトソースも順調で、なぜか発生したエビとオリーブオイルとルッコラのアヒージョも順調ときたもんだ。いや、バゲット欲しいな。バゲットが欲しいね。バゲットなんて、てか今から強力粉でパン作って焼けばいいのかな。言うてそれはそういうことにもなりうるということですよね。あ、エビがいい色になってまいりました。いらっしゃいました、いらっしゃいました。いやー、もう大成功でしょう。これはもうピザなんてもういけるでしょう。あっ、ほんとかお前、ほんとか、本当なのか？貴様は一体本当なのか？ほっ、おお！あつ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 、おお！もうちょっと焼こう。オーブン200度1分。200度、オーブン200度30秒焼こう。うわ、めっちゃいいぜ今の。やば、どの皿にしよっかな、これかな、でも入るかな、いや、それぐらいの方がいいかも。めっちゃ楽しみ、やば、来ましたー。で、これが赤になるまで煮込む。うわ、バゲット欲しい。で、開ける。マジいけてんじゃねえすか。うわうまそう、やば、バンバンうまそうなんですけど、やば、見えます？これ。バンバンうまそう。やば。これうま、ちょっと待って。真ん中焼けてるこれ。でも
火通ってる、火通ってる。うわー、これ以上ないトロトロのピザ。これ以上ないトロトロのピザやな。いや、ちょっともうちょっと焼こうよ。もうちょっと焼いてみよう。いや、全然いける、全然いける、これ。夢しかない。え、全然いける、全然いける。もうちょい焼こう。もうちょい焼ける。もう4分焼ける。もう4分焼ける。その間にこっちができる。あらー。何か忘れてると思ったらね、やっぱね、君ですよ。ニンニクン、やば、俺明日稽古やば。ごめんね、絡む人。ごめんね。え、絶対うまいやん。やば。うわー、もう今日の晩ご飯大当たり、ありがとうございます。しゃー、大当たりありがとうございます。しゃー、出来上がり。食べんのは明日なんで、ドキドキしながら待っててください。まあこれはでもどうしよっかな。明日は明日でな。いや、これは焼いて、いや、焼きたてが一番面白いからな。これは今日食べる。で、明日別枠でこのアホみたいに高いゴルゴンゾーラと、で、もう一回これ作って食べる。だから今日はそんなに感想は言わない。なんか普通にご飯として食べる。そうしよう。明日はゴルゴンゾーラ。うわー、楽しみやな。明日はゴルゴンゾーラ。僕多分チーズ？ん？ピザの中でゴルゴンゾーラの蜂蜜が一番好きかもしれない。それをやる、明日は。うわー、楽しみやな、ゴルゴンゾーラ。いやー、参ったね。ゴルゴンゾーラを残し参ったね。参ったね。なので今日作ったものは今日食べることにして、明日は奮発したゴルゴンゾーラを食べましょう。ゴルゴンゾーラとね、僕の大好きな、てかこれ砂糖入ってないから健康的なはずなんで、これは結局。ピザでも焦げてるかな。いや、でも焦げたぐらいがちょうどいいんだよな、結局。フォーク、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 フォーク and ナイフ。どういった、フォーク。そうだろ、フォークが、フォークもな、フォークはあるわ。フォークはありました。さあ、ついに運命の扉が開かれる時が来ました。ミトン、ミトン。ちょっと焦げてたら嬉しいな。あああ、
あちゃ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 、あーやばー、ちょっとやっぱあれやね、あの海鮮のエキスが出てるとはいえね、あこれはうわー、あぶね、マイク出しにつくとこやった、あぶね、これはいいんでねすか。でもほぼパンやね、でもこれね、やっぱね、うわー、うわ、どうないでしょうこれ、けどもあれか、こうしたらいいかも、うわーうわー、けどやっぱまあまあ、あのね、言うても多分ピザとはほど遠いですけど、うわーこりゃちょっとでもまあどうせやから、この死にそうなルッコラとオリーブから、オリーブのアヒージョからいただいてみましょうか。これをね、こうやってこうオイルをね、こう乗っけて、これ皆さんにも映ってんのかな、これ乗っけてーが、乗っけてーが映ってないね、あんまり、こうしたら乗っけてーが映るのかな、映りそうですね。オリーブと、ピッツァがこう乗っけてー押して、心配しすぎちゃう、みんな見た目はみたいな、めちゃくちゃ美味しそうやぞ。ちょっとごめんなさいね、あのラグがすごくて画角があんまり整えてないんですけど、見えてますかね、もうちょっとあれか、下にこう、こうしてんか、もうちょっと振ればいいのか、こっちに。これうまいで、絶対。うわうわやば、ようこうなってくれた。じゃあちょっとすいませんね、いただきますね。なんであい、うん、うまい、アヒージョうまい、ピザ食えよって話なんですけど、アヒージョうまい、うまっ、いやエビは間違いないわ、うまっ、いやうまっ、うまー、ちょっと待ってま、ま、待ちたもーれ、そう、せかすな、せかすな、ピザを食ってみようやないか、まずはお上品にな、いやでも結構やっぱあれやな、液体っぽいピザになってるな、ってみようやないか。でもまあピザには変わりないから。うわー、ちょっと待って、写真撮りたいな。iPhone あれやな。ちょっと手元殺していいですか。ちょっと手元殺しますね。写真撮ろう。危ない。いや、何が起こったかっていうと、ナイフが落下しそうになったっていうだけなんですけど。いや、絶対うまいやん。なかなかないんじゃないですか？俳優さんのね、こうやってもうただの晩ご飯を食べてるじゃないな、晩ご飯を作ってるのを見ていただける配信、ありがたいですね、本当にね、とってもありがたい話ですよ。写真撮れました。
活ですね、 iPhone が。ああ美味しそう。え、ゆうくんまだ見てくれてんの？タフ、タフすぎる。さて、今日の晩ご飯でございます。僕の、今日の晩ご飯でございますね。映ってるね、ちゃんとね。いただきます。まず普通の味を食べます。基本的に僕辛党なので、まあでもちょっとやっぱね、ゆるいっちゃゆるいですね。新しいピザの食感としては、うわでもうまっ。うわうわ、トマトソースいい。てかルッコラがいい。トマトソースの甘みにちょうどいい苦みを足してくれてる。ルッコラいい。うまっ、やばっ。ちょっとシーフードエリアに新食。うわうめえこれ。まずい、これはまずい、食っちゃう。うんまっ、やばっ。え、何がこんなうまいのこれ。え、怖い。うまっ、うまっ。うわこれいい晩飯。うんまっ、贅沢すぎ。はい、じゃもう、うんまっ。あうまっ、やばっ、びっくりした今。いやもうね、見た目はまあもうもんじゃですよこれ。いやうまっ、なんなんやこれ。でもね、絶妙に醤油が効いてる。うんまっ、トマトソースがうまい、謎に。これは当たりや、当たりピッツァや。うんまっ。まあちょっとね、やっぱ生地はドロドロしてるんですけどね、もっとだからパン味を含めて食べたかったら、多分水減らして粉増やしたらいいと思うんですよこれ。うんま、めちゃくちゃうまい、これやばやばい。これは、え、何がうまいかって言われたらさ、何がこれがこういう感じで美味しいですとは言えないんだけどさ、いやうまい。めちゃめちゃ酒進んでしまう。まずい。あの、美味しくないって意味じゃなくてね、まずい。これはまずい。うまっ、やばっ。もう保健所に申請出しに行こうかな、食品衛生管理者みたいなやつ。うまっ、やばー。これ赤ワインが欲しい。うわー、エビ食ってんのに赤ワインが欲しい。うまっ、びっくりしました。
ドロドロに心配なさってるわけですね。あのね、火が通ってないっていう意味のドロドロじゃなくて、単純に、でも ほんまにもんじゃみたいな感じ、火通ってるけど結果ドロドロみたいな感じのものになってる。だからまあピザって言うたらピザなのかっていうことにはなるんですけど、こういう食べ物っていう意味で捉えたらめちゃくちゃ美味しい。これびっくりしてる今。いやうまいわーってか、マジね、ルッコラが効いてる、この苦味、あとオリーブ、バチクソうまいです。わ、俺ピザも作れるようになってしまったか、ついに。俺これで太ってもいいわ別に。明日のゴルゴンゾーラ楽しみやな。うわー、分かった。いやもうこの後食べるんですけど、ちゃんと全部めちゃくちゃうまいぞこれ。いやあのね、そのドロッとしてるっていう感じが、なんていうかな、その粉っぽいドロじゃなくてね、いやちゃんと、え、だってちゃんとパンなんですよ、ちゃんとここ、ちゃんとパンの仕事してるから、なんかあのウエッティなパンあるじゃないですか、たまに。いやこりゃうめ、マジで。心配されてんのはね、やっぱりその生地の面だと思うんですけど、でもその上に乗っかってるこの、やっぱこのトマトソースとエビと、あと何を持って買ったのかわかんないルッコラとモッツァレラチーズと、バランスがいい、うまい。ここ立ち飲みビストロやったら一生流行ってるんやろうなっていう自信がある。うまっ。いや別にこれ無理してるわけじゃないですからね、これ。うまっ。うわー、いろいろ。いやー、今日はね、でもホワイトデーなので、もうまだ終わってないよね、ホワイトデー。はい、ホワイトデーなので、こういうレシピで僕はこういう風にしてピザを作ったんですよっていうことをお返しとして、提供できたのであればとっても幸せでございます。いつもねこうやって、まあ、遅い時間からにはなってしまうんですけれども、そのちょっとねお稽古の関係とかもあって、
こうやって一緒に遊んでくれて見守っていただいて本当に、感謝しております。本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたしたいという所存でございますので、引き続いていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただうまいでー、これうまいでー。間違えてルッコラしたっちゅうのまた、うん、いいでけど、ないのかね、ルッコラ置くマルゲリータピッツァみたいなの。ありそうやけどな。ちょっとね、アヒージョは塩気入れすぎた感があるのであれなんですけれども、うまいよ。うまいよ。こうすることによって僕の得意料理がどんどん増えていってしまうというね、悪循環なのかいい循環なのかね。はい、よかったですね。明日は記事からいきましょう。え、そんなあれですか、今日あれなんですか、失敗ムーブが起きてるんですかこれ今。おやすいませんね、あのコメント欄ちょっとあの見ることができてなかったんですけども、おや、皆さん的にはあれですか、今日は奇跡の成功みたいな感じになってるんですか、やはり。おや、生地ドロドロ、あのね、ドロドロじゃないですよ、ベビーカステラみたいな感じですよ。だからね、僕の得意料理にピザがあの侵入してきてしまいましたね。いやー、参ったな、マジでうめえんだもんこれ。僕そもそもねピザが好きなんですけど、そう、もう言うたらパンです、パン、ピザトーストの延長みたいな感じですよ。いや、やば、うまっ。僕初めてちゃうかな、こんなにたくさんの人に見守られながら晩ご飯食べてんの。でもう食べ終わるしね、もう。うまいやー、うまかったなー。あと一切れは残ってますけど、全然余裕で食べれますから、うまかったなー。もう食べきっちゃおう、もう全然食べきっちゃえるもん。いや、でもほんまにこれ無理してないんですよ。てか無理してたらもう このiPhone の画面、ああ恐れていたことが、俺のナイフが、あ、しかもキッチンペーパーない、あもうダメだ、俺はもうダメなんだ、俺はもうダメだ、あ、俺のナイフが火を吹いたんだ、あ3チェック失敗だ、あもうダメだ、あもうダメだ、
見えた。もうダメだ。ああ、どっから。うまい立ち食いピザ。確かにね、よく焼いた方がピザと言えるかもしれませんね。ただマジで具の味が抜群すぎる。うめえ。酒飲むの忘れちゃうもん。ああ、回った。すいません。僕のご飯にお付き合いいただきまして、ハラハラドキドキ、ハラハラドキドキ晩ご飯、新しいコーナーができそうですね。ただみんなを困らしちゃうな。お菓子はね、得意分野としてね存在してるのでね、あんまりねハラハラドキドキもない中で、でも料理も得意としてる中でね、こうやってハラハラドキもなくね、なんか結局うわーとか言いながらね、うわー最終的に美味しいって、そんな分かりきってることじゃないですか皆さん。僕の手際を見てるとね、絶対こんなん美味しくなるだろうみたいなことはね分かりきった中でね、こういう放送をね一緒に共有していただいてるというのは本当にありがたいことですね。ありがたいことですね。いや本当にね、奇跡の放送ですね。とっても美味しかったですね本日のご飯。なんかこんだけ残ってんのがなんか、ま、結局まずかったんじゃないかみたいになるのが嫌だな。いや美味しいからね。でもっと工夫凝らすと皆さんにも本当の美味しさが伝わるんだろうなと思います。いやエビうめえのよ。え、だってこれまだ一切れよ全体の。あと 2,3 枚焼けるってことでしょ。やばいよ。で、明日は未知のゴルゴンゾーラをやるわけでしょ。やばいよこのチャンネル、やばいよ、気が狂ってるよ。美味しかった。これは美味しかった。俺が一番びっくりしてる。美味しかった。しおれたルッコラを最後に。ああ、しょっぱい。これを締めにしたのは間違いだった。しょっぱい。うまい。オリーブがいい。うまい。うまかった。いやほんまにうまかった。すいません本当にありがとうございました。あーうまかった。ということでホワイトデーのお返しはこちらで終了となります。あー美味しかった。
何でしょうか、すごい高評価をいただいて大変ありがとうございます。恐れ多いでございます。ありがとうございます、ありがとうございます。楽しんでいただけたのであれば幸いでございます。はい、ということで明日はゴルゴンゾーラと他新しい具材をメンバー限定でやろうと思ってますので、もしお時間ありましたら遊びに来ていただけたらななんて思っております。どうもありがとうございました。ということで、本日は、皆さん、もう明日になりますね、ハッピーホワイトデーということで、お返しがね、直接物品としてできないので、エンターテインメントとしてこういうことでお返しできたのかななんては思っております。何卒、本年も、よろしくお願いいたします。そして、来週のこの月曜日と火曜日に、初めて配信でキーパーさせていただきます、片代をキーパーさせていただきます。もしよかったら、見に来ていただけたらなんて思っております。よろしくお願いいたします。発表の通りなんですけれども、プレイヤーは、中立咲さんと郷崎彩音さんの女性お二人、そして、キーパーが僕一人なので、SKP も僕がやるという形になるんでしょうね、ということだけお伝えさせていただきます。それでは、長い時間本当に遊んでいただきましてありがとうございました。皆様もちょっとね、あったかくなってきたので、もしかしたら体調とかね、体が追いつかない時期もあると思うんですけれども、ゆっくり寝てゆっくり休んで無理しないように、過ごしていただけたらななんて思っております。それでは、今宵もありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。